ロボットに耳と尻尾がついてるだけな気もするけど、これで匂いをたどって悪の組織のアジトを見つけたりできるな。そんな組織ないでしょう。はい、授業を始めますよ。席についてください。何ですかその間抜けな顔したロボットは。どうせまた雉沼君が作ったんでしょ。早く片付けなさい、そんなお間抜けロボットは。ワンワン、デララ、ロボットに怒られてるデラ。嫌味なんか言うからだぜ、シゲオ。先生をつけなさい、先生を。恥ずかしい、おのれサルトビくんめ、いつもいつも私をバカにしよって。この仕返しは必ずしてやりますからね。次の日。おはよう、青いトコタン。お、ヒロ、おはよう。おはようよ。今日は1時間目から体育っていう最高の時間割だな。うん、めっちゃ嬉しいぜ。僕は普通の授業の方がいいな。つうわけで早く教室向かおうぜ、二人とも。はい。あ、ヒロ待って。体育、体育。お、なんだなんだ、みんな集まって。掲示板のとこを見てるみたいだね。おい、みんな何見てんだ。俺のテストじゃねえか。ケララ、ヒロ、この点数はさすがに冗談でだよね。やめろ、見るな、笑うな。テストを張り出すなんて一体誰がこんなことを。おやおや、そんなに慌ててどうしたんですか、サルトビ君。シゲオ、先生をつけなさい、先生を。まったく。おや、これは私が張り出したサルトビ君のテストじゃないですか。シゲオ先生の仕業だったのかよ。そうです、あなたのテストを表彰したくなりましてね。表彰。はい、学校の掲示板には頑張った人の成果である表彰状を飾られていますよね。同じように私はあなたのテストを表彰したくて張り出しているだけですよ。それはいい成果の人にだけされることじゃ。悪い子にも機会をと思っての私の優しい優しさです。いらねえよそんな優しさ。てか優しさじゃねえじゃねえか。嫌ならいい点取って自慢できる点数として張り出されることですね。成績の悪い生徒のテストを廊下に張り出す先生 VS 天才キッズ。大丈夫ヒロ、あんな修行先生の嫌がらせなんて気にする必要ないよ。元気出して。はあ、ヒーローの俺は全然気にしてねえぜ、あれくらい。全然大丈夫に見えないんだけど。しょんぼりひろたん。ぬほー、さすがのサルトビくんも自分の恥ずかしい点数をあれだけみんなに笑われたらへこむみたいですね。これで今までの仕返しができます。お次は私を驚かしたロボットを作ったキジヌマくんの番ですよ。ぬほほほ。次の日。ヒロ、おはよう。はやー。あ、おはよう二人とも。まだ落ち込んでる。昨日のことがだいぶショックだったみたいだね。あれ、また人だかりができてる。いえ、また俺のテストでも貼られてんのか。あー、今度はトコタンのテスト。これはまた修行先生の仕業だ。ヒロタン、アオタン、見て見て、トコタンのテスト飾られてる。トコタン、これ飾られてるんじゃなくて晒されてるんだよ。およ。全くへこまないなんてさすがトコタンだぜ。いや、これへこんでないっていうかバカにされてることに気づいてないんじゃ。俺もトコタンを見習って、これからテストの点が悪くても落ち込まないようにしようっと。間違った方向で元気になってるような。それにしてもヒロに続いてトコタンまでテストの点数を張り出すなんてさすがにひどすぎるよ、シゲオ先生。だな、俺たち以外にも犠牲者が出るかもしんねえ。やめるように言おうぜ。シゲオ、いるか。先生をつけなさい、先生を。おや、どうしたんですか、サルトビ君。俺たちのテストを廊下に張り出すのをやめろよ。どうしてやめないといけないんですか。クラスの生徒の成果を表彰するのは先生として当然のことじゃないですか。シゲオ先生、点数の悪いテストを張り出すのを表彰とは言いません。ヒロは恥をかいて落ち込んでたんですよ。知りませんよ、そんなこと。だったら見られて恥ずかしい点数を取るサルトビ君が悪いんじゃないですか。恥ずかしいと思うのならサルトビ君もきちんと勉強すればいいだけのことでしょ。まためちゃくちゃなこと言ってる。とにかくもう俺たちのテストを廊下に貼り付けるようなことしないでくれ。あ、はいはい、わかりましたよ。それじゃもうテストは廊下に貼り出しません。約束します。これでいいですか。もうわかってくれればいいんだよ。なんだ、シゲオ先生もやっぱ話せばわかってくれるんだな。
シゲオ先生があっさり引き下がるなんて、なんか怪しいな。テストは張り出しませんよ、テストはね。次の日。うわぁ、やばいやばい、漏れる漏れる漏れる。うわぁ、大丈夫ですか、サルトビ君。危ないから廊下は走らないようにしてくださいね。大丈夫です、ごめんなさい、今急いでて。トイレ、トイレ。なんとか間に合ったぜ。今度はなんだ。ヒロ、ヒロは見ない方が。お、なんだよこれ。これさっきの漏れそうな俺か。ラララララ、ヒロ何でらか、この顔。もしかしてうんち漏らしたでら。漏らしてねえよ、ギリギリ間に合ったんだ。でもこのヒロの顔めちゃくちゃ面白いでら。ラララララ皆さん、私の写真を気に入っていただいたようですね。シゲオ、またお前の仕業かよ。先生をつけなさい、先生を。そうです、私が写真を撮りました。うまく撮れてるでしょ。シゲオ先生、またヒロの恥を晒すようなことをして、こういうことをするのはどうかと思います。おや、私は生徒の活動写真を貼っただけですがね。恥ずかしいと思うのなら恥ずかしいことをしなければいいんですよ。芸能人だって恥ずかしいことを雑誌の人に撮られないように気をつけてるでしょ。そんな、生徒は芸能人とは違います。言い訳無用です。まあぜいぜい、これからは恥ずかしくないように学校生活を送ることですね。これは生徒に言うことを聞かせるいい方法ですね。これからも使っていきましょうか。はい、じゃあ笠原くん、この問題解いてください。わかりません。はあ、こんな簡単な問題もわからないなんてたるんでますね。そんな生徒には頑張ってほしいので、活動写真か何か廊下に貼り出せば少しはやる気が出ますかね。すみません、もっと勉強頑張りますから、それだけは許してください。気をつけるように。みんなあれからシゲオ先生の機嫌を損ねたら、自分の悪いテストや恥ずかしい写真を廊下に貼り出されるんじゃないかってビクビクしてる。このままじゃいけない。シゲオ先生、もういい加減にしてください。そんな風に人を脅すのは最低です。先生として恥ずかしくないんですか。そうだそうだ、葵の言う通りだ。お、先生に口答えする気ですか。ずいぶん元気がいいことですね、犬間くん。おっと、今日の授業はここまでです。それじゃあ犬間くん、明日の掲示板を楽しみにしててください。葵、よく言ってくれたぜ。うん、かっこよかったよ。青ちゃん、すごごー。さすがにあれ以上は見てられなかったからさ。でも大丈夫か、シゲオのやつ。次は絶対葵をターゲットにするぞ。とことん心配。僕は大丈夫だよ。悪いテストの点もないし、恥ずかしい写真もないしね、多分。ならいいんだけどよ。次の日。犬間くんがおしっこ漏らしてるでら。どういうことだよ葵。なんであんな写真があんだ。まさか本当におしっこを漏らしてないよ。この写真はきっと昨日学校から帰ってたら、急に誰かが僕のズボンに水をかけてきた時の写真だ。顔を隠してたけど、多分あれはシゲオ先生だったと思う。マジかよ、シゲオのやつ。そんなことまでして恥ずかしいところを張り出したかったのかよ。犬間くんがお漏らしなんて。してないのに。青ちゃんかわいそう。犬間くん、どうしたんですか。昨日はあんなに元気だったのに、今日は元気がないですね。な、シゲオ、お前マジで最低だぞ。なんですか、いきなりどうなって。それに先生をつけなさい、先生を。そんなことはどうだっていい。葵にまでこんなことしやがって。お前にだって恥ずかしい瞬間あるだろ。それを張り出されたら嫌だってわかんねえのか。急に何を言い出すかと思ったら。先生は君たちと違って恥ずかしい生き方をしてませんからね。つまりそんな写真を撮られるようなこともありませんから、わかりませんね。言ったな。じゃあ俺が見つけてやる。望むところですよ。って言っちゃったけど、なんかシゲオと同じことをしてる感じがしてやだな。普通の人なら心が痛んでできないよね。平気でやるシゲオ先生がヤバい人だよ。シゲタンヤバゲー。でもこれ以上他の人が標的にならないように、シゲオ先生にも同じ目にあってもらうってのもいいのかも。あ、シゲオ先生。噂をすれば。考えてても仕方ねえ。なんかシゲオの知られたくないことを俺たちが知ったら、きっと言われたくなくてこの悪さをやめてくれんだろ。つうわけで、とりあえず尾行だ。ちょっと。こそ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 、
刑事さんみたいで楽しい。お、刑事ヒーローっていうのもかっこいいな。ねえ、二人とも静かに、重雄先生に気づかれちゃうよ。っていうか、なんでワンワンロークもついてきてるの？お、だって警察犬みたいで雰囲気出るだろ。とりあえず重雄の匂いを嗅がせておこう。意味あるのそれ？あいつらあれで隠れてるつもりですかね。まったくガキの考えることはおバカですね。恥ずかしい姿なんて想像取られることなんてありません。あの、おお、チャンス！なんの？危なかったです。あ、惜しかった。もう少しですってん、コロリンさん。今日は慎重に過ごしますよ。あいつらには絶対に弱みを握らせてなるものですか。うわー、水たまりの水が、うん、アイスを持った子供が。お、旅の変。おっと、なんなんですか今日は。今日に限ってアクシデントが多すぎませんか。くそ、ギリギリで全部回避するのすげえな、シゲオ。っていうか、シゲオ先生、運悪すぎない？ワンワンロボくん、どうしたの？ワンワン。あ、シゲオ先生の方へ。まずい、気づかれるぞ。ワンワン。キジ沼くんのロボ？いきなり何ですか？こっちに来ないでください。ワン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 。あ、なんか鳥さん追っかけてっちゃった。ちょっと犬っぽい。いたたたた、まったく。あ、ビリ？今嫌な音が。おお、お尻が。ヒロ、今シャッターチャンスじゃない？今だ！おりゃ！よっしゃ！ついに恥ずかしい写真を撮ったぞ！イエーイ！この写真をシゲオに見せて、シゲオの悪事を。おっと、そこまでですよ、君たち。シゲオ先生！気づいてたんですか。あんなバレバレな尾行なんて誰でも気づきますよ。まったく、カメラなんて学校に必要のないもの持ってきちゃいけませんね。このカメラは没収です。今は学校じゃないからいいだろ。いやいや、ちゃんと学校にいる時からこのカメラを使ってたのを私は知ってますよ。放課後からずっと私が恥ずかしいことをしないか狙ってたじゃないですか。それじゃあ私は忙しいので失礼しますよ。明日からもたっぷりあなたたちの写真を貼り出しますから、楽しみにしててくださいね。くそー、もうちょっとだったのに。どうしよう、でもこれで振り出しだね。だな。バンバン。お、ロボちゃん、どうした？あっちに何かあるって。とにかくついて行ってみよう。バンバン。ここほれ、ワンワンだって。そんな花咲かじいさんみたいな。ま、とりあえず掘ってみっか。なんか出てきたぞ。何これ、お菓子？古いお菓子の缶詰だね。中はと、あ、ボロボロのノートが入ってるな。これ多分タイムカプセルだね。子供の時に大人になった自分へ向けて手紙を書いたり贈り物を用意してこうやって埋めるんだよ。でも誰がこんなの埋めたんだろうな。さあ、あ、何か書いてある。持ち主の名前かな。シゲオ？シゲオ先生？あ、ひょっとしてヒロの嗅がせてたシゲオ先生の匂いを元に見つけたの？かも。こんな地面に埋まってる何年も前の匂いに反応するなんて、本物の犬以上の嗅覚してるね。やっぱトコタンのロボすげーな。ねえ、ノートの中はっと。これは。次の日。昨日のサルトビ君の悔しそうな顔は最高でしたね。まったく子供が大人にかなうわけないというのに。あ、何ですかあの人だかりは。今日はまだ誰の写真も貼ってないはず。ほら君たち、どきなさい。まったく何を見てるんですか。夜の星たちは僕を輝かすためのスポットライトさ、ロマンチックプリンス。私が昔書いたポエム？誰のポエムかわかんないけど面白いね。ねえ、ロマンチックプリンスって誰だろう。なんでこんなところに。確かあれは地中深くに封印したはず。あ、おはようございます。ロマンチックプリンス重雄先生。ギクギクギク。なんでその名前を。へへ、俺たちが昨日偶然重雄先生のタイムカプセルを見つけちゃってさ。なんでした。とっても素晴らしいものが出てきちゃったから、みんなに知ってもらいたくて掲示板に表彰させてもらいました。まあでもさすがにロマンチックプリンスの正体がシゲオだってことをバラすのはかわいそうだからな。やめといたけどよ。口が滑っちゃうってこともありますもんね。これでわかっただろ。もうみんなの恥ずかしいことを張り出すのはやめて反省しろ。すみませんでした。こうして恥ずかしい思いをしたシゲオ先生は反省して廊下に生徒のテストや写真を張り出すこと
ことはなくなったのであった。